やるんすか。やれへんやれへん。やめてください、これは。え、動画してないよ。いや、完全に映ってるやないですか。映ってないよ。オンラインライブ、オンラインライブ。勘弁してくださいよ。後輩来た、後輩。ちょっとお前、髪型ちょっとあれやんけ。え、なんすよ。はい、すいません。ナイス。もうちょっと、こっち。はい、はい。お前、ちょっと、なんか、やめてくれ、そのヤクザみたいな感じ。ヤクザが集まるクーニー TV みたいなんけ、お前。勘弁してください。ただでさ、やめてくれよ。最近、ヤクザが集まるクーニー TV って叩かれてるんだよ。すいません。髪型斬新って言われてるよ、髪型。すいません。髪型斬新って言われてる。ちょっと恥ずかしい。恥ずいよ。ヤンキーですか。ほらほら、やめてくれよ、お前。ヤンキーが集まるクーニー TV と言われるじゃんか、また。そんな乗るんすか。彼後輩なんですけどね。後輩っていうか、あの、小学校がね、一緒なだけで、はい、まあ、中学校も一緒か。中学校も一緒で、小中一緒で、はい、まあ、ただそれだけなんですけど、はい、今、家も近くて、で、社会人野球やってたのね、軟式のクラブチームで、会社のチームね。会社のチームです、はい。会社で軟式野球のチームがあって、はい、で、それに出てて、あの、高松宮との、高松宮とか西日本大会とか、はい、出てました。で、本当もう全国クラスに行ったら、全国クラスの軟式のチームの主砲だったんでしょ、はい、まあ、主砲ではないです。4番ではないですけど、まあまあ3割ぐらいは常に残しておりますね。何番だったの。僕基本2番です。え、足速いですよ、こう見えて。この硬いで、はい、ちょっと こんな体なのか。硬い見せて、硬い。お前この硬いで2番。2番なんすよ。この硬いで2番はおかしいっしょ。いや、なんか短距離だけ速いです。こうやってみて、こうやってみて。みんな変わらんでしょ。これで2番っておかしいでしょ。いや、あの、中距離ヒッターです。え、足速かったの。はい。累間が、累間測定が、だいたい 3.3 秒ぐらい。いや、嘘でしょ。マジ速かったんですよ。3.3 秒、荻野より速いよ。じゃあ、結構速かったんですよ。ほんと、多分、あの、測り具合はありますよ。押すストップウォッチとか。どう測ったの。あー、2塁から。バットにボール当たってから。バットに当たってからは4秒以下、4秒ぐらいです。あ、じゃあ一塁までが4秒。俺と一緒か、ちょっと俺の方もしかしたら早いかなぐらいかな。そうですね。じゃあこの体なんで、あとさ、やっぱね、やっぱ田舎も声でかいのよ。させ、これそうそう、これ普通に喋ってるからね、やっぱ田舎も声でかいよね。ザキヤマ、ザキヤマ絶対言われるぞ、まだ絶対言われるぞ、まだ。え、でもケツアゴじゃないもんね。いや、ちょっと若干割れてます。若干割れてる。今日ね、グローブ持ってきてくれたんでしょ。今日、ローリングスの使ってたグローブを今日ちょっと練習しよったんですけど、はい。なんかメジャーっぽい、なんかメジャー仕様のライナーバック。僕ライナーバックが好きなんですよ。もうこのところに刺繍があんの、これ。なんか最初からです、ね、それ最初からです。へー、市販のそのまま買いました。最近 HOH テンションがブラマイコすぎる。ちょ、ほんまこれ流すやめません。マジでマジおもろいこれ。これいいね。ちっちゃいグローブ好きなんだね。会社のチームはもう監督引退したんで、うん、してないんですけど、うん、今入ってる草野球チームでは内野手兼外野、へえ、はい、そうなんや。外野用もあります。あ、そうなんや、はい、でもこれもローリングです。やめて、スタートがやめて。え、ね、バットは何ですか。バットは、秘密目がメガキング2ですね。メガキング2使ってるんで、ね、ちょっとだいぶ使い込んでるんですけど、ちょっと何グラム。これ740です。740のやつね、84センチ。はい、84センチ。あ、84センチ使ってるんだね。僕もキング2が好きなんですけど、うん、普通 の、 あのメガキンじゃない方が、うん、あのヘッドが効くんで。効くよね、やっぱこっち軽いっす、ヘッドが軽いよね。軽ウレタンの配合違うからね。なんかこう振った感じ、トップが軽いんで、うん、キング2振ってるよりはだいぶ。クーニー TV グローブに興味ありすぎやけんね、言うとくけど、うん、バットの方興味持ってほしいですけどね。逆にライナーバック使いやすいですか。使ってるよ。あ、僕は使いやすいです。その代わり蒸れるんで手が。あ、そうなんだ。あ、結構夏場蒸れるんで、うん、臭いもんな。臭で、この臭とか結構全国的に広がるけどやめてもらうんですか。あのブラマヨなんか臭いっすみたいな広がるんでやめてもらうんです。いろいろ言われてるから、小杉とかブラマヨとか谷重監督だ。谷重はちょっと意識したとこもあるかもしれないですね。デブにはきついとか。後輩さんの体重は何キロですかって聞いてる。会社の野球してた時は
90キロぐらいです。今は？今105っす。 105？ はい。中田じゃんマジで。いやほんま105っす。ファブリーズはねちょっとグローブに使いやっちゃうかなと思って。さっき佐々木スポーツにさ水野が出してたさ、はい、石鹸の匂いがするなんか出してたよ。あ、そうなんですか。メンテナンス道具。いやでもああいう匂い系のやつってあの靴に振るタイプとかあるじゃないですか、うんうん、ああいうタイプって基本臭くやつに振ったら臭くなるんで最初からずっとケアしないとダメっすよ。じゃあコメントが面白すぎる。コメントが面白すぎてさ、せひどりやんか。ちょっとしゃあないヘビー級やけどね。ちなみになんか今日俺に、あ、そうそう、これ僕ちょっとみんなに使ってもらえない。これもうだいぶ使ってるんですけど、うん、なんこれアメフト仕様です。これ何のやつこれ。カッターズっていうバッティンググローブ、外国のメーカーなんですけど。カッターズ、カッターズ。ちょっともうボロボロなんでちょっと恥ずかしいんですけどここバッチリも持つような持ち方しちゃってるけどカッターズ、これ結構最近結構有名な方とは思うんですけどね。ちょっと履いてみていい？はい、ちょっと臭いんで気をつけてください。うわくっさ、これ塩同じ癖、すっげえ香ばしいこの匂いが。ほんとねマジで絶対履けなくねえ。絶対嘘。あもう大げさ、超大げさ、超大げさ、マジくっせえこれ、超大げさ。あとで拡散されるやつや。洗えないのこれ。これ洗えるっす。これ見てこれ、だってこれレザー、これ何なのこれ。これ使ってる人はアメリカンフットボーラーが使ってますけど全然滑らないっすよ。これ滑らなそうだね。確かに公式用とかも、うん、カッターズって出てますね。高校野球対応とか。カメムシよりくせえよこれ。これ洗えないの？オシャブルじゃなくて。あ、洗ってます僕は。洗ってます、はい。なんで俺に履かすのに洗ってこんかった？今朝使ったばっかりやし。今朝使ってこんな臭くなんの？いやちょっと汗かいとったんすよ。これはすごい、これはすごい。正直グローブはそんな臭くなかったんですよ全然。ちょ待って、これマジでやばいで、ほんまやばいやつ。いやマジでグローブはね正直俺ブラフだったの、全然臭くなかったグローブは本当に。ただこれに関してはマジでやばい、これマジで臭い。マジで臭い、これは。これは2年目、2年目です。でもこれアシンメトリーなね、色、カラーリングがね。いいでしょ。左右で違うよね、これ。色が反転して。これ、こういうセットなの？そういうセットです。へぇー。買った、これいくらなの？それが、買った時で、7000円か8000円ぐらいです。あ、で結構するんだね。はい。サイズってあるんですか、これは。サイズ、これは M なんですけど、うん、S が18から19センチぐらい、M が19から20。これどこで買えるんですか？これはもうネットですね。ヤフオクとかで探してくれないと。ヤフオク？ヤフオクやで、アマゾンとかで買えないの。楽天とかで探してもらわないと多分。なんかこれ入ったらすごいこうウィッシュってしたくなっちゃうの。しかしもうなんかやだ本当この。今もう俺この瞬間でもう臭いもん。困り匂いが来んだもん。また本当に。いやマジでめっちゃくせえよマジで。いける。これでキャッチャーの人が上ってなったら配球変わるでしょ。そう難しいかなと。ああ、なんかちょっと痛いな。多分サイズは合ってないんだろうと思うんですよ。いやなんかここのさ、この関節の部分、この親指のこの部分がさ、すげえなんか擦れるというか痛いな。手袋は1年おきに買い替えてください。臭くなるんで。確かに滑らないね。うん、元気はつらつーはつらつーこいつ臭いマジで。うわくっそいマジで、すげえこれ。帰りますよこんなんよったら。カッターズな、はい、カッターズ癖になれそう、癖にはなるね。いやカッターズが匂うんじゃないんで、僕が匂うだけなんで、すいません申し訳ない。そうだね、申し訳ない。カッターズに申し訳ない。カッターズ謝っとけや。カッターズさせ。なんでパッチリしたん？いやちょっとこう映ってる、全国に映ってるなぁ。全国って46人だからね。いやもう46人が見てるんでしょ。46人見てるね。ちょっと恥ずかしいっすね。ザキヤマさんで泊まるんですけど、いや本当家の裏なんですよこの人家が。近所です、 300m です。ザキヤマさん YouTube のチャンネル作って動画上げてくださいって。お、ファンがもうすでについてる。いや僕が上げたところでザキヤマのパクリやないか的な話になってすぐに消されると思うんで、あんまりよろしくないかなと思うんですね。でも、谷繁になんか見えてきたわ、谷繁に。あ、ちょっとこの具合がね、具合が、髪の毛の。ちょ、その、キャッチングやってくれへん、キャッチング。谷繁のキャッチングやってくれへん。
あのこう一回さこう構えたら一切こう一回 寝かして取らない、あのこのままボールを取るって、そうそうそう、はい、ちょっとじゃあちょっとサイン出して、サイン出して何か面白い、なんかサイン出してもう OKOK、 なんかピッチャー第1球振りかぶって投げましためっちゃ勘弁してめっちゃおもろいアウトロー、よしアウトロー、構えたそのままでピッチャー第9振り込み投げましたなんなんこいつやっぱり顔がうざいズボンパツパツズボンパツこれまだ緩い方やけどねマジで面白いマジで面白いな、ちょほんま出たらあかんて、これどうかしようどこに、絶対嫌、もう前は嫌、前は嫌や、前は嫌や、絶対面白い、これ C カップのザキシ、なんだそれ、いや、D はありますね、D はね、D はあります、D はね、寄せてみて、ちょっと谷間作ってみて、ゲイ動画、お相撲さん撮ろうや、撮ろうや、撮ろうって、いや、いい、もういい、それはいい、撮ろうって、それはいいって、それはいい、まあでもお前あれやな、知らんやろお前、お前このツイキャスのなログをデータとしてダウンロードできないぞお前、俺が本気出したらこの今撮ってるやつをな、はい、YouTube 上げれんだよバーロー、ちょほんまもう勘弁してよもうダメだバーロー、俺が YouTube 上げれんだよ、ちょっとダメだちょっとダメだ、配信者ダメじゃねえよちょっとダメだ、させもうちょっとダメだ、じゃあ撮るだ、だって今日これあれやけどね、ほんま許可取ってないけど、ね、僕に来た時からも勝手にライブなってたから、だから何ちょっとそれちょっとどうなん的な、これん、これ的な、何それ、何それ、これ的な、あこれこれこれじゃんけんぽん、これ的なこれ的な新喜劇の人に似てるってアポートな、あ僕あの新喜劇の人によう似てるって言われるっす、川端康成に似てるって言われて、どんな人、ネットで調べたらすぐ出てくると思うんで、どんな芸する人っていう人私もう一回覚えてこう出てきてっていう人YouTuber の稼ぐ気ないんでちょっとお前面白いよマジでお前絶対面白いよそれ、いや多分これクーニーさんが面白いんで僕が面白いに見えるだけで、いやそんなもない、言う単体で出たら暗いだけなんでそんな面白くないのないって、あの楽しげのあのやつ楽しげの動画は毎日一歩出せるじゃん。でも全然いいや。岩瀬のスライダー撮る楽しいやつって。で、なんか足パンパンとか、なんか出てくるの、岩瀬服ダサいとか。ザキシゲ、ザキシゲ。ザキシゲ。ザキシゲ。つらい。つらいよ。よし、俺決めた。俺、お前ザキシゲ売るわ。じゃあやめて。俺、ザキシゲでお前売るわ。ちょっとやめて、それはずい。ほんまにはずいっす。めっちゃ面白い。ちょっとホールスはずいっす。チャンネル登録するよね。谷繁さんのモノマネ極めて細かすぎる、出るよ、いや出れないっすよ、顔髪型が似とうだけなんで、いや顔も結構似てる、いや似てないっす似てないっす、俺だったらね吉本新喜劇の方が似てると思いますけど、キャラは上島竜兵やんじゃあ上島竜兵もよう言われるんすよね、そんなキャラじゃないと思うんすよね、ザキシゲ竜兵ザキシゲ竜兵ちょっとおもろいな、似てるっておもろすぎるって似てるって何太っとう人的な話で言うのはやめてもらっていいですかね、法的なね、吉本の人何やっけ名前、川端康志やん、どんな人だっけっていう人マジで面白い、でも面白いな、本当に面白いな、ちょっと撮ろうやほんまに撮ろうって、絶対やってトロッて、もうやめもう、ええー、まあええしな、結局これも流せばいい話やからな、まあまあまあ、その辺はねちょっと判断任せますけど、うん、全然流すけどな、サブチャンネルだったでしょ、サブチャンネル、まあまあまあ、うん、そうっすね、ちょっとじゃあ最後さあれやってよ、谷繁のさど真ん中それと取った後に川端武史、いや俺これはきついんちゃうん大丈夫やろうか、やろうはい、OK、はい、サイン出して OK、ストレート OK、構えて、はい、ピッチャー第9球振りかぶって投げた、よし
長いよ、間が。間が長いよ。長いよ、間が。ちょっと楽しんでしまった、今。ちょ、もうちょっとテンポよくやってよ、テンポよく。もう俺もう投げたらいらんね、もう。はい、ちょっと待って、待って。はい、じゃあ、すいません、今からやります、一発芸です。ザキシゲ、竜兵さんによります。岩瀬投手の、ワンバンのボールを止めた後にカッとするカバ、カバ、カバ、カバダヤスさん、カバダヤスさん。それではどうぞ。 OK、サイン出して、あ、サインからね。 OK、サインだった、構えた、さあピッチャー1球、第1球投げた。なんかもんないね、これ。もんないよ、ちょっと滑りすぎやろ。いや、もんないぞ、お前。太りすぎて膝痛そう。正直言うですか、もう痛いっす。これはクーニン超えるぞって書いて、いや、ほんとこれ期待感でかいよ、これ。いや、無理っすね。出ましたね、畳がられそう。無理っすね。ということで、ということで皆さん、新しい YouTuber 誕生しました、ここに。僕なんかもうはるかに、僕なんか1日で超えてしまうかもしれない。YouTuber じゃない。人気ナンバーワン野球 YouTuber。いや、じゃあ、ザキシゲ、竜兵の誕生です。ヒハーザキシゲ竜兵っつってんのになぜか小杉出してくるっていう謎の感じでしたけども、すげえ、四国が揺れたって。四国が震源地なんで申し訳ない。震源地、四国震源の大型震源。拍手喝采よ、これ。すいません、ありがとうございます。まあそんな感じでザキシゲ竜兵を普及する活動を務めたいと思います。ちょっとほんまダメっすよ、もう二度と出ませんからね。今日見た人レアです。今日が最後なんで、はい。じゃあ最後に視聴者。もういいです、もういいです、もういいです。いやいや、そういうからには最後。いやいや、皆さん、これからもクーニン TV よろしく。はい、よろしく。で、カーン。カーン。さよなら。さよなら。いやー。カーン。カーン。2年半の努力は一生あなたの支えになるはずさ。きっと一緒に走って夢見た仲間はこれから何年先も宝さ。